位違う、だいぶ違う。みなさんこんにちは、プラマイドル高坂ちのです。今日も始まりました、無犬中 TV。 今日はなんか同じトリコロールがたくさん並んでいるとお思いの皆さん、そう、実はですね、私最近になってめちゃくちゃガンダムというものを作ったんですよ。しかも決まって HG でね、よく考えてみたらガンダム HG O3 問題やばくないということって、せっかくなら作ったこのね HG のガンダムたちを比較していこうかなというコーナーでございます。そう、あのね、あるようでなかった同じ機体の超絶比較ということで、今ね手に入るであろう4つ並べてみました。エントリーナンバー1番、こちらリバイブ版の HGUC ガンダムでございます。ちょっとね、いつぞやの私が墨絵とか軽く汚しを施しちゃったみたいで、ちょっとね色味が黒っぽくなってるんですけど、成型色もうちょっと黄ばんでない感じだと思います。はい、ごめんね。そしてエントリーナンバー2番、オリジンバージョンのガンダムでございます。オリジンちゃんはね、全体的にこうモールドが多い感じに見えますよね。もうね、この2体を見るだけでもこの違いですよ。かなり違う。そうなの、違うんです。違うんですよ。で、あの今回オリジンバージョンのガンダムさんはこれ本当にね、背中についてるんですけど、なんか比較しやすいようにと思って、このビームターベルのツタがね2つとも刺さっているパターンにしてみました。はい。で、お隣エントリーナンバー3番、なんかパッと見ガンダムじゃないみたい。こちら G40 ですね。40周年の記念モデルとして登場したデザインで、普段のガンダムとは違うデザインとなっております。こうやって3つ並んでいる姿を見ても、なんか G40 だけ別格、別物っていう感じがすごいんじゃないかなと思います。このオリジンちゃんとリバイブちゃんはザ・ガンダム感が出てますよね。このトリコロールの色合いとか胸の形とかも全然違うのかなという印象です。そしてエントリーナンバー4番、ビヨンドグローバルさんでございます。ちょっとね、また色味が違うんですよ。ほらほら、なんかトリコロールっていうよりはちょっとさ、こう汗た色合い、白っぽい雰囲気になっていて、アニメのセルガを思わせるようなカラーリングになってます。こうやってですね、4つ並べてみるともうなんか全然違うものって感じなんですが、一緒にですね比べられるこのシールドとビームライフルが全部揃っていたので、このあたりもですね一緒にチェックしていこうかなと思います。いや、この絵だけでね、なかなかもう今保存版、こんなに違う、もうこれだけで分かる、だいぶ違う。はい、違いますね。で、せっかくなので後ろはこのままのポーズ見ていきたいと思います。色全然違うね。多分なんですけど、これ汚してなければ G40 のホワイトと大体一緒なんじゃないかなと思うんですが、この辺は青みがかったホワイトで、で、この子はねザ・ホワイト、もっと真っ白って感じのホワイトをしています。で、ビヨンドグローバルさんはですね、なんだか赤みがかったというか、ちょっとね、あの青み寄りのこの白とは違って、ちょっとピンク味がかった感じの白になっています。だからちょっときなり色って感じで、もう柔らかい色合いになってるんですよね。で、せっかく背中見てってるので、このままバックパックとか見ていこうかなと思います。バックパックはこんな感じ。これがスタンダードなんですね、リバイブ版なので。こっから比較していきましょう。ちょっとなんかモールド増えたことないですか？こんな感じでですね、モールドが増えていたりとか、このあたりもう顕著に違う感じが出てますよね。かなり彫りが深かったりとかっていうところで、やっぱかっこいい、かっこいい。まあ背中にこれ背負えるってのもかっこいいポイント。で、こっち、もう全然形が変わるんですよ、ここで。やっぱね、こう記念モデルなので、そう、デザインが一気に変わってきます。この四角い感じから丸みを帯びた感じに。で、後ろのね、マイナスのモールドとかそういうのもなくなってですね、ちょっとスッキリした印象ですね。横幅もあんまり出てない感じに見えます。で、さらに横、じゃーん。グローバルさんもですね、ちょっと形が違うんですよ。横にオリジン持ってきますね。ビヨンドグローバルとオリジンなんですけど、元のね、これがね、一般的なデザインなんですよ。うん。に、ちょっとモールドとか追加してかっこよくなったバージョンのオリジンちゃん。に対して、これなんかさ、バーニアの位置がすごい、こっち向いてんだよね。
横のねこの感じとか結構似てるんだけど、ここら辺もちょっと彫り方が違って、ちょっとなんか台形のようなちょっと丸みがあるけどこっつらしてるというか、ちょい安そうなランドセルしてますね、うん、っていう感じで違いがあります。これね、足の長さとか関節の位置、あと腰の位置も全然違うんですよ。全部ガンダムなので 18m を基準に作られているから、身長としては全部一緒です。一緒なんですけど、ちょっと見やすく全部寄せ寄せしますね。ちょっとカメラの角度によってこの辺り見にくいかもしれないんですけど、腰の感じ一番ガタイがいいのはここ、はい、オリジンさんですかね。オリジンと結構 G14 もね太めなんですよ。これ測ってみよっか。よいしょ。オリジンさんはねだいたいね横の2センチぐらいあります。でここの G40 さんも、あ、 G40 もっとあるわ。横がね 2.1 ぐらいあるかな。ちょっと長いですかねこっちの方がね。でそれと比べてここめちゃくちゃ細いです。腰の一番太い部分なんですけど、それがね 1.7 ぐらいしかありません。でも見たまんまこことここね細いもんね。ビヨンドグローバルさんはかなり細身マッチョって感じ。マッチョっていう細身細身細マッチョ、あ、それだ。よし。でここから比べると、このねオーソドックスと言われているガンダムさんがですね、なんと 1.8 とかなんですよね。うん、だから太さとしては G40 の腰が一番太くって、その後にオリジン、普通のリバイブからのグローバルビヨンドっていう感じの太さになっております。だってここが21なのにこれだって17でしょ。めちゃくちゃ細いじゃん。めちゃくちゃ細い。それくらいね腰の形にはねバランスの違いがありますね。で今見ててびっくりすると思うんですけど、これ上から見たここですね、膝の裏側の位置もねちょいちょい違うんですよ。ほらほらほら、足首の真ん中の関節までで測ってみる。そう、数値化するってなかなか楽しいね。真ん中の関節まで、大体でごめんね。大体で5センチあります。これが普通のリバイバーね。で、オリジンに関してはちょっと短くありますね、これね。真ん中までで48ぐらいの長さになります。だいぶ短くなった。で、さらにここ。ここもね、48だ。結構ね、オリジンとこの G40 は高さとか長さ的にはすごい似ているかも。幅だったりとか。まあ、可動とかは後で違うので説明しますね。で、もう一個、ここ、ビヨンドグローバルさんはね、これ見て圧倒的に短いの分かります？ 42 ぐらいしかない。一気に短くなってるんですよ。身長自体は一緒なので、その代わりにここのね、太ももの部分が長くなっている印象があるので、ちょっと関節の位置が変わることによって、プロポーション的な違和感を感じやすいのが、ビヨンドグローバルなのかなとは思います。はい、そんなこんなで大体のですね、大きさ、バランスについては見ていきました。まあ、どれが好みっていうのはだいぶ変わってくると思うんですが、もう一個ね、やっぱ可動を見ていかなきゃいけないと思うので、可動チェックをしていきたいと思います。まず足の可動からいきたいと思います。一番最初、これリバイブ版のガンダムですね。はい、まっすぐの状態がこれで、それに対してくるりーんとこれ二重関節になっていて、こことここで、真ん中のこれはね内部フレームのところにくっついている感じですね。なので動かずにこうやって曲がっていきます。ちょっとね腕も曲げていきましょう。こんな感じ。可動としてはこんな感じですね。これ以上はもう曲がりません。はい、なんかみんなこうやってやっていこうと思ってるんだけど、ちょっと可愛いね、なんかね。続きましてこちらオリジンさん、腕はここまで、うん、まあ大体似たような感じで、足関節もこれ二重なんですよ。こことここの二重関節なんですけど、うん、曲がるポイントと、あとここ膝パーツがどこに来るかがだいぶ違うので、また雰囲気の違う曲がり方になってますよね。もうこんな感じ。腕もですね、膝の可動もですね、どっちもちょっとオリジンさんの方が軍配が上がるかなっていうぐらいの曲がり方。あとはもうパーツのねポジションが違うので、リバイブ版は膝の真ん前がこう穴が開いちゃうんですよ。なんもないけど、こっちはちょっとスライドして残ってくれるので、真ん前っていうよりはちょっと後ろのパーツが浮いてこうね動いて変わってくれてる感じはあるのかなと思います。なんかみんなこうなってくんだで、ヒヒヒヒヒヒ、可愛いな。次はこちら G40 です。 G40 さんの腕はこんな、あ、ちょっとなんか柔らかいね関節。これねよく見るとこんな感じ、ここの軸があって、軸の位置だけで回ってるみたい。面白いね。内側にちょっと軸があってくるって回す感じなので、二重関節で動いているオリジンとかとはちょっと違った感じ。だけどその分ここがぶつかる
感じなんですね。膝関節はというと、ここも同じですね。膝のこうセンターのピンが内側に入っていて、曲がる方に入っていて、でそれによってここのパーツがくるんとかぶさるようにカバーができて足が曲がるらしい。でもどっちにしても結構な可動域だと思わない？さっきすごいって言ったオリジンさんと並べてみますけど、腕はねどうしても二重関節の方が曲がりやすいのでぶつかっちゃったところは止まるんですけど、足の感じはねどっちもねよーく動いてると思います。でもここのパーツのね動き方とかはリバイブ版のガンダムと同じで、すねの方にね引っ張られて持ってかれちゃうっていう感じになってます。特にここに可動ギミックはなさそうですね。さてもう一個、ヨンドグローバルさんは腕もこれは二重になってますね。このあたりとこのあたりで2箇所になってます。でもねパーツの合わせがいいのか、すごいピタッとくっついてる感じしませんか？腕だけでこうやってね比べていくとパーツの切り方がすごい上手だなっていう感じがしますよね。そして足は、足もこれね二重になってますね。しかもこのポイント他の3つと違うと思うんですけど、ここがね二重関節の内部フレームになってるパーツにくっついてる感じになるので、これ前から見るとねほら穴が開いてないの、これがついてきてくれてるんですよね。なのですごいいいポジションに膝が来るので、股関節が出すぎずに綺麗な足なんじゃないかなと思います。こうねオリジンのやつもね膝の部分が動くタイプなんですけど、動き方がちょっと違ったりとか、このね丸いモールドとかの位置が違ったりとかっていう感じで、結構 G40 の足はねこう横から見た時のね黒い隙間が見えてこない感じとかがかなりバランスいいんじゃないかなと思います。こう曲げる前は確かに太ももが長いかなって印象なんだけど、こう曲げてみたりするとねバランスが超綺麗なんだよね。人間らしい感じなのかなと思います。これはね確かに綺麗な関節かなと私は思っております。バーン、4兄弟ちょっとルンルンなポーズだけど、これもね結構なね違いが出てるんじゃないかなと思います。このあたりね膝の位置が並んでるんですよ、3本並んでるんですけど、この子だけやっぱ落ちてるのは膝上太もものところが長いからですよね。だからこう立たせるのにもここね一本ずらさないと入らないぐらい位置が違いまーす。なんかこの状態がシュールで可愛すぎてやばいすいません、めっちゃ気に入っております。ここまではですね、全体に比べやすそうなところを曲げたり伸ばしたりとかね、比較してきたんですけど、それぞれ可動ではやっぱ違いがあるので、そこをまた見ていきたいなと思います。で、まずは基本となる、こちら、リバイブさんから動かしていこうと思います。まず肩ですね。肩はこれ、ボールジョイント1点でこうやって止まっているんですが、それがね、このぶつかるところまではこうやって上がっていきます。意外とね、これ両方開けると、かなり怒り型にはなるんですけど、ここまで動いたら問題ないかなって感じ。だけどこれ自体がボールなので、そこまでね前後にこうやって胸をこう開閉させるような動きとかはちょっとできなさそう。ちょっと単純に上がるかなって感じで、この中側がまた上がってくれるので、これぐらいまで上に登っていきまーす。まあラストシューティングとかをこう打つ分には問題ないかなっていう方の稼働なんじゃないかなと思います。あと腕のところはこれみんな一緒なんですけど、ここの部分が回転するようになってて、これはもうね360度くるっと回るのはどのキットでも同じでございます。あとは手首かな、手首のところはこれ同じくボールジョイント1点で止まっているので、こうくるっとぶつかるところまでは動くかなっていう感じ。まあシンプルな感じだよね。でもこうトンってやってもそんなになんかすごくタルンタルンになる感じではなく、ちゃんと止まってくれるので、それなりにね手の角度はつけれるんじゃないかなと思います。で次腰ですね。前後の動きがなかなかよくって、これ後ろはまあ曲がらないんですけど、こんな感じ、ちょっと後ろここ見てもらうとちょっとねパーツがはみ出るようになってるんですよね。これは結構前傾姿勢がこうやって取れるようになってるんじゃないかなと思います。で横についてはあんまりね正直ね動かないんですよ。うん、正直動かん。まあ真ん中がね軸でここ入っちゃってるので、その分動きにくいかなと思うんですけど、まあ前後がなかなか動くよっていうのがポイントなんじゃないかなと思います。あとはこれ足の裏ね、足の裏の形もそれぞれ違うので、これ見ながら見てもらえたらいいなと思うんですけど、足首のところはここも真ん中のボール1点になってるので、くるりんと、まあ、それなりに動くかなって感じですね。まあ、立たせるには問題がないような
足の可動かなと思うんですが、まあ無茶な動き方とか、まあ人間から反射こう変な方向に動くとかそういうのはなさそうな感じでございます。じゃあ続いてこちらのオリジンガンダム肩から見ていきたいと思います。肩はですね、こちらも1点のボールジョイントになっております。で、上に上げてみると、これはね、もうぶつかる箇所が早いんですよね。ここのね、肩のラインのところでぶつかるので、これ以上上がらないんですよ。さっきのリバイアみたいにもね、両方怒り型ですみたいな感じにはならなくて、でもまあこれぐらい、まあちょっと向きを変えてね、なんかここをくるっと回すことによって腕を上げるっていうことはできるんですけど、もうなんかこういう感じ、なんか肩の位置があれ回っちゃったなっていう感じのラストシューティングになるかなと思います。ここはね、意外と動かないんですよ。これはびっくりした。で、手首も同じくボールジョイント1点になってるので、まあ、動き方としてはシンプルな感じ。これも固めになってるので、それなりに固定できるかなと思います。そして腰。腰はですね、これ前後動かしてみましょう。前後も同じようにですね、後ろ、隠れてたところ見えるようになったりするパーツがあるので、それなりに動いてはくれるんですけど、この隙間が私は気になったのよ。青色のパーツと赤色をつなぐ、この点がね、横から見えるんですよね。ほら。だからちょっとそれが、リバイブさんよりはスマートじゃない気がするなぁと思いつつも、まあ稼働としては同じぐらいかなと思います。横稼働。横は、まあ言うほど変わらんかね。うん。まあこんなもんだ。うん。横はそんなに動かんない。そう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 。で、あと足首行ってみたいと思います。足の裏はこんな感じ。二面になってるので、ここがね、クイッと曲がる。で、これは伸ばした状態っていう感じで、こうね、ちょっと角度が変わるようになってます。つま先立ちとかさせると、ちょっとかっこいい感じの足の裏になっていて、足首のところは同じくここ1点のボールジョイントなので、まあ可動としては前後で、まあ左右って感じで。うん。さっきよりなんかよく動くな。ぶつかるところが少ないんだろうなと思うんですけど、ボールが結構大きいので、っていうところもあるんじゃないかなと思いまーす。はい、次ー。今度はですね、G40 さん。でも G40 さんは動きがすごいっていうことで有名なので、まあ、ここもね、ちょっとチェックしていこうと思います。はい、G40 さんはですね、肩行ってみたいと思います。肩がそもそもね、機構が違うんです。さっきまでボールが1本刺さってるだけだったんですけど、これ見て、ほら、ここ。ここがね、開くようになってるんですよ。そもそも、この肩の入り口になっているところが、上に上がってくれるんですよね、こうやって。そう、上がってくれる上で、さらにこれもクイって、ここのボールもこうやって開いてくれるのって、こうやって上に向かっていきまーす。リバイバーと違って上に肩がゴンって乗っかる感じなので、違和感があるかもしれないですけど、でも体もとしてはなかなか面白い動き方をしてるんじゃないかなと思います。ここの1段、ここの2段っていう感じの動かし方ですね。で、さらに、ここの中ももちろん動くんですけど、ここがさっきさ、オリジンの時邪魔だったの。なのに、これはね、可動になっていて、ここ自体がこうやって動くんですよ。ほら、上に開くので、ここだけをこうやってクイって上げていっても結構ぶつからないようになってるんですよね。逃げる口があるんですよ。なので上の方までまっすぐ手を上げることが可能になっていまーす。結構ななんかビヨンビヨンな感じだよね。このね、柔らかい感じになってるんだけど。で、さらにね、これのすごいところは可動がね、ここだけじゃないんですよ。ここの一個手前にここラインがあるのわかりますか？そう。ここがね、こういう動き方をするんですよ。ここが。見える？ここがこうやって。なので、肘関節がこうやって曲がった後に、ちょっと手の角度をこっち側に、もしくはこっち側にっていう感じで、こうなんだろう、こう手を返す感じの動きがちょっと表現できるようになってる。これはね、新しいと思ってびっくりしました。ヌメって動くよね、ヌメって。なので、その分ね、関節が増えてる分、こうね、カクカクカクってなってる感じはするんですけど、この動きはちょっと新しいなぁと思って、人間の腕って、ここに2本骨が入ってるんですよ。で、2本の骨を、こうねじったりすることによって、この回転が生まれるんですけど、これを、ここから上と下かっていうことで、ここに、こうね、回転軸を設けることによって表現しているっていうことに、私はびっくりした。うん。すごい看護師っぽかったでしょ、ね、そうなの。で、私ね、これは好きじゃない。腕のね、ここのポイントもなんか、形の感じがもうタルンタルンなの伝わる、これ。すごいでしょ、これ。うん。同じくね、ボールで入ってるんですけど、ボールの上から、こうね、U の字で捕まえた手なんですよ。なので、ちょっとね、ここでタルンタルンするんだよね、こうやって。なんか、ポーズつけるときに、もちろん手までやらないとかっこよくならないじゃん。って思った
った時にここは表情つきやすいけどその分柔らかさがすごいので物を保持するのはちょっとっていう感じのこのねクターン感ちょっとあったらもうポーズ変わるからねこれねっていうところはちょっと私はあーってなりましたね。今度は腰の動き見ていきたいと思います。腰はねもうねパッと見ただけなんかもうめっちゃ反り返れるんですよ。ほらちょっと中が見えちゃうのは残念なところかもしれないけど、これね、中、これ空洞がすごいじゃないですか。で、ここのね、パーツが浮いてるんですよね。ほら、浮いてるの。これ固定されてないんですよ。だから、上と下のすごいボールで繋がった軸みたいなのがあって、軸がこうやって動くのに合わせて真ん中がプラーンってついてきてくれるっていう感じになってるので、ほら、こんな反れるんやで。ほら、すごくない?反れてる。反れてるし、前も向いてるっていう。だからね、ちょっと隙間が空いちゃうってところは惜しいけど、可動と思ったら、こんなのなかなかガンダムでは見れない可動だから、本当にすごいと思う。こんな動き方すんのやで。見たことないエビ反りできんのやで。エビ反り、こうやって。ほらほらほら、エビ反り。エビ反り、え、なにこれ?ちょっと待って。エビ反りガンダム。エビ反りどころじゃなかった、ちょっとね。うん、軟体ガンダム半端ないですね。これが G14 のすごいところ。うん、軟体でございます。横側動かしてみたいと思います。横もねこれねこの真ん中にボールみたいなのが入っていて自由に稼働するのでもちろん横側もこうね自由にこう伸び伸びできる。あ今なんかすごいラジオ体操してみたいだけどうん伸び伸びしますね。ということでいろんな角度に腰回りが動くっていうのが G40 すごいところでございます。そして今度はですね足ですね。足もですねここの切れ目さっきも普通は1本でできているところに腕がこう回るような関節がついてるよって言ったんですけど同じようにですねこれ後ろから見るとかやすいかなこうやってちょっとずれる関節がここに入ってます。これも同じでそうそうここでやっぱ2本入ってるのでこうね回した雰囲気が出せるようになってます。だからガンダムなのにねこれね簡単にこれねこうやってると内股なんのよね。ちょっとこここうやってずらすだけでも内股感が出てくる。ほらほらね面白いよね。そうだからグラビアガンダムとはうまく言ったもんだなと思ってそれぐらい動く子ですね。であとさっきエビ反りするときに見せちゃったんですけどここね今収まってるじゃないですか。でもこれね引き出すことができるんですよ。ビョーンええってなるぐらいほらほらおけつがこう出ておけつって言っちゃったおけつが出てきてこうね引き出せるようになってるんですよ。ここがほらビョーンビョーンだからこれ見てありえなくない?このポーズ。すごいの!座れちゃうんです。この子は、前から見ると穴が開いてて、スポッてこう戻って、で、さらにお尻もグッと入れると元通りになるんですけど、こう引っ張って、あ、引っ張って、さらにクイッてやると、ここがね、そう、お尻の部分が出てくるっていうのが、この G40 最大の特徴なんじゃないかなと。だから中は中、軸は軸、で、外は外みたいな感じで作られてるのが、すごい面白いポイントですよね。もうなんかもう全然違うものになってない?歴史を感じるね。って言っても、このオリジンから G40、さらにビヨンドグローバルまでは、たったの数ヶ月で出ております。だからキャラクターが違う感じのね、稼働をいろいろ表現してくれてるので、なかなか面白いですよね。で、足の裏じゃーん。これはですね、3段階に分かれてまして、こうやって、ほら。あんまりここの後ろ2つは動かないんだけど、こうやって開いたり閉じたりっていうのができるようになってます。横から見ると、こういうつま先の立ち方をしてくれたり、まっすぐになったりっていう感じですね。で、ここ自体はね、そこまで可動がないです。ここも1本の軸で刺さってるので、ボールジョイントよりさらに動かない感じかなと思いますが、まあその分ね、ここが可動してくれて、まあ足の裏を設置させたりとかっていうのができるようになってるのかなとは思います。まあ別の方法でこう支え合ってる感じですね。という G40 でございました。あっ!ハンディー!はい、ビヨンドグローバル。これはこれでまた別の可動がすごいキットとなっております。肩からいきましょう。肩は G40 にちょっと近いかなと思うんですけど、中のね、ここ。このグレーのパーツ自体がこうやって上に上がるんですよね。そう、上がってくれるシステムになっていて、そこにこう肩パーツがくっついていくっていう感じになっております。だから関節がボールとかではなくって、そもそも肩のこういう上がり方っていうのをそのまま素直に表現できているんじゃないかなと思います。人間らしい感じかな、動き方は。中ももちろんこうやってクイって上がってくれるので、上の方まで上げるのはまあ簡単かなっていう感じですね。グローバルビヨンドは別にね、ここに動きとかがあるわけじゃないんですけど、G40 とまた違う部分でこれ動きがあって、これちょっと引っ張るとわかるんですけど、これ見えます？こう、ほら、こう、ここの動きがちょっとある感じ。自由に左右とかも動かせるので、
ここがね、結構自由な角度をつけて遊べるポイントなんじゃないかなと思います。はい、で、腰ですね。腰、この子が一番細かったんですけど、17しかなかったからね。はい、この子はですね、前後行ってみましょう。前はね、言ってぶつかるからそんな動かんのよ。で、後ろ、この子はあんまり腰はね、正直動かんのが一番動かんかもしれん。ここがちょっと動かなぐらいしか動かないので、これぐらいかな。あとはあんまり動きが出てこない感じです。横行ってみましょう。横はその代わりにちょっと柔らかいんじゃないかな。このくびれがすごいある分は角度をこうやってつけて動かすことができるので、その分はちょっと横の動きは今までで一番強いです。で、足ですね。足、ここの動き方、ここもねちょっとだけ伸びるようになってます。後ろにやったりするときはこんな感じなんですけど、前に出そうとするともう一本ね、中で軸が出てくるんですよ。これ、そう、中にもう一本軸があって、ちょっと位置がずれます。その分前にこうね出るので、こう骨盤が前にちょっとすっくいってずれた感じがこれね表現されてるんですよね。確かに人間って後ろよりは前の方が足って伸びるじゃないっていうのがすごい綺麗に表現されてるんじゃないかなと思います。で、しかもね、収まりがいいんだよね、これね。ここの関節が、うん、綺麗に収まっていきます。で、まあ全体的な足のプロポーションがね、ちょっとここが丸みを帯びてるかなっていうのはちょっと気になるところなんですが、やっぱこのね、膝関節の来る場所って考えた時に1対1なので、割とバランス的にはほんと人間に近いのかなとは思います。で、足の裏、はい、足の裏はなんとですね、ワンパーツなんですよ。これ繋がっております。全く動きません。足首はですね、ストレートにこうやって動くタイプの軸が使われております。なのでこういう動きはすごい強いんだけど、横はね、ここで回転する感じなんだよ、ここで。うん。角度をつけて、こういう動かし方はできなくって、もう本当に右向く、左向く。あとは、この前後っていう感じの動かし方になっています。だから足首とかはちょっと弱め。だけど、やっぱりこの肩関節だったりとかですね、あと骨盤周りのところとかは結構動き方が美しいんじゃないかなと思う、ビヨンドグローバルでございました。おまけでなんですが、縦も一応比較していこうかなと思います。縦はですね、大体は同じ形なんですけど、 G40 のところがかなり形が変わっていて、まず角張り方が違ったりとかですね、黄色い十字ではなくて白十字に変わってたりとかっていうところでデザインが一新されております。またですね、グローバルビヨンドに関してはここのね、黒い線が見えるようになってるので、ちょっとモードとしては多くなってしまった感じで、サイズがね全然違うんですよ、ビヨンドさんだけ。ちっちゃって感じになってると思うんですけど、ちょっと小ぶりになってるのは腰回りとかね、スレンダーな感じ合わせたバランスだったんじゃないかなとは思います。はい、今度はですね、ビームライフルですね、基本パッと見同じ以上、だけどまあ G40 ちょっとちっちゃいかなとか、あと色味が違ったりとかね、あとはもうね、モールドの違いだったりとかっていう感じで、基本構造はやっぱ一緒なので、まあ、この辺はどれを持たせてもかっこいいんじゃないかなとは思います。ほんと好み、これに関しては好み。割と私はリバイブとかの一番シンプルなやつが好きだったりします。はい、ということで今回はですね、 HG のリバイブ版、オリジン版で、 G40 ビヨンドグローバルの4種類をですね、いろんな可動とかプロポーションバランスを見ながらですね、比較してみました。こうね、この辺はね、だいたい同時期に発売されてて、で、さらにこれより前にもね、普通の HG のガンダムがあったりとかっていう感じで、これバリエーションがずっと増えてるんですけど、まあガンダムって言ったら一番の代表機体じゃないですか。ということで、まあこれから先もね、いろんなプロポーションだったりとか可動の挑戦にどん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 進化した機体が出てくるんじゃないかなと思っております。で、この子たちもやっぱりほら、身長一緒じゃない、一緒で、しかも同じガンダムを目指して作られてるものなので、どこかからこうパーツを取り合ったりとかしながら、自分だけの理想のプロポーションっていうのをこの子たちとかでね、混ぜて作ってみたら楽しいんじゃないかなと思います。基本軸は、まあ、繋がらないやつもいるけど、まあ大体繋がると思うので、楽しんでインキシングしてみてほしいなと思います。またですね、どれを買おうか迷っていた人たちの参考になったら嬉しいなと思って、この動画比較させていただいたので、よかったらグッドボタンお願いします。またですね、どこが好きとかっていうのは皆さんの意見多分様々分かれてくると思うので、コメントでですね、一番好きなガンダムだったりとか、もうどれでもガンダムだって間違いない、はい、一番好きなバージョンとかをですね、教えてもらえたら、な
なんか多数決じゃないけど人気が分かるんじゃないかなと思ってるので、ぜひ自分はダルトゥーが好きですみたいな感じを書いてもらえたら嬉しいなと思います。いやにしても私がこんなにガンダムを作ることはなかなかないので、正直ねドームの敵なわけですよ私にとって。敵なのです。だけどなんかここまで作ってみるとこの進化を感じたりとかですね、プロポーション以外にもやっぱかっこいいなと思うとこいろいろあるので、すごい楽しい時間でございました。皆さん、ヒカクに付き合っていただきありがとうございます。